フリッツ・シュバルツ・バルデックは、オーストリアのユダヤ人画家である。表現主義の画家であった。ナチスによってミンスク近くのマリー・トロステネツ、絶滅収容所で殺害された。ウィーンのユダヤ人の両親のもとに生まれた。父親は裁判所の初期であった。両親の支援を受けて、美術の道に進み、17歳でダーフィット・コーンの作った、私立の美術学校で学んだ。さらに、 ウィーン美術アカデミーでクリスティアン・グリー・ペン・ケールやルドルフ・バッハーに学んだ。第一次世界大戦が始まるとオーストリア陸軍に志願しイタリア戦線に参加し戦いの間に戦場の絵を描いた。1916年にカトリックに改修した。戦争の終わった後コッペンハーゲンやローマ、パリを旅した。ウィーンに戻った後エゴン・シーレや オスカー・ココシュカなどの前衛的な画家と知り合った。ウィーン分離派と距離を多く美術家集団、ハーゲン分とのメンバーになり、1925年から1927年まで、その会長も務めた。1838年に、ナチス・ドイツによるオーストリア併合が行われると、シュバリッツの美術活動は禁じられ、1938年10月に、スタジオを明け渡しを命じられた。 1938年10月21日から妹のアパートで暮らしたが、1942年8月に拘束され、1942年8月31日の早朝から列車で移送が行われ、9月4日にマリートロステネツ絶滅収容所に到着した直後に、そこで殺害されたと推定されている。ありがとうございます。